はい、皆さんこんにちは、ワンダレガリュウエジです。では今回は信長の野望、続きをやっていきたいと思います。ここからはですね、大阪、石山御坊中心とした秀吉、ここをまず排除していこうということで、攻めていきたいと思います。早速じゃあね、兵の方を進めていきます。まずはね、御坊を取ってからというところになると思うので、御坊から先どこまで、進軍するかというのもあるんですが、小西行長の方を叩いておきましょう。で、あとはですね、羽柴勢、叩いた後なんですけども、長宗我部毛利とは吉見を通じているので西は一旦置いておいて、東勝家家康、この辺りとね戦っていきたいと思います。では時間を進めていきましょう。御坊を確実に取ったら、あとは姫路まで軍を進めて、秀吉勢を一周した後、今お話したように勝家家康、この辺りとね、先端を開いていければいいかなと思ってます。これより表情を始める。さて順慶が光ってるけど悪くないね。宴会も当然だよね、悪くない。で氏里もいいし、どうだろうな、ここは、やっぱり順慶軍事12だけか、軍事がもうちょっと惜しかったかなっていうところですけどね。もちろん氏里も能力は申し分ないので、この辺りがね後々さらに優秀な武将が増えてくると、明智勢としても明智家としてもものすごく家来衆がね盤石なものになるんじゃないかなと思うんですが、流民増加はもうすぐにでも欲しいのでやります。で銀山開発の2も入れちゃいましょう。これでもうほとんど試作力なくなってきてますんで一旦置いておきます。でさらに羽柴勢、今だったら叩きやすいので羽柴勢に対して軍を起こしたいな。あとは細川家どうするかだね。処遇、細川家の処遇、これもちょっと難しいところですが、いやここは一旦でもこのまま御坊を叩いて、でこの明智勢1万6000をそのまま姫路まで進軍していくのが一番いいかな。で捕縛武将ですが、どうしようかね、伊藤有馬、統率、微妙だけど、この信長シリーズはね特にそのむちゃくちゃ武将を抱えていると財政を圧迫するというものでもないので、一旦雇い込んでいきましょう。進め、包囲戦、ここも包囲戦で一気に叩いていきます。果たせぬか。報告いたします。先月の収支です。少し兵糧に不安があるので兵糧をゲットしておく。もうすぐね収穫時期というのはありますが、ここは一旦兵糧をゲットしておきます。といっても知れてるね、鉄砲も買っておこう、軍馬も買う。おっと金がないか、しまった、金がなくなっちゃったか、困ったな。先にやることやるべきだったね。金がなくて何もできないという、なんとも虚しい結果だな。本当だったらね開発しておきたかったんですが、開発する金もないか、ちょっと無駄に鉄砲を買っちゃったのか、痛かったかな、しょうがないですね。
よし、これで機内は完全に制圧しましたね。お化け部署、さっきと同じ方針で基本は雇い、基本は解放というところでいきましょう。そしてだ、こっからだ、ついに秀吉の中国地方での拠点姫路城、この攻略にいきましょう。いやーでもなかなか強力だね、これ見ると。秀吉軍1万1000、明智光秀軍1万6000ですね。でここには細川勢の援軍も入ってくるね。出陣する。であれば我々としてはさらに行軍、武田城、ここにも兵を出そう。高山右近か、微妙だな。いやこれはちょっと一旦秀吉勢をおびき寄せてから兵を二手に分けましょう。であとは今取った2つの城に武将を、ね、割り当てていきます。特に御坊あたりには優秀な武将を入れておきたいので。先月の収支です。よし、兵糧が一気に増えたね。これでまたやれることがだいぶ増える。先に忘れないうちに武将を、ね、配属しちゃいましょう。まず御坊、ここに誰入れるかだな、まあ、所属先から一旦相当かけて、まあ横山入れとけば武将の質としては十分かな。さらに中村和二、五右衛門、この辺りを入れておきます。かしこまった。高屋城に入れちゃったんだね。まあいいでしょう、高屋でも。で今度はそうだな、ある程度本当に戦える武将を前線に置いておきたいという思いは強いので、まあ、多賀一族入れておく。いやこれ矢上から動かせないな。そうすると、まあ、新城で、これだとちょっと武将の質という意味では難があるんで、維新を入れて内政面の強化を図りましょう。で井森山、ここはまあ誰でもいいかな、適当な武将配置します。いやでもこうやって見ると武将の数足りてないね。まあ、豪将からある程度信頼できる武将を置いておきたいんですが、小前森、まあ、この辺りまでかな。かしこまりました。でだ、問題のこの後の先端を開き具合なんですが、その前にまずはやれることをやっておきましょう。開墾、承知いたしました。でさらにあれ果てた機内の再建という意味で宿場町は茶屋、まあ、この辺はもう正直適当でいいかなと思います。今ではね、まあ、この後ね、必要になってくる内容というのも要吟味かなと思うんですが、出陣する可能性が高いところはやっぱり直結するものを選ぶのが定石かなとは思うんですが、まあ、それ以外に関しては正直適当でいいかなと今は思います。あと梶村、そうか、梶場が近くにないとダメか。お金がそもそもないね。一旦じゃあここまでにしましょう。でだ、神前を北条に送っておきましょう。送れないね、遠すぎて。となるとここまでか。姉小路を抱き込んで、勝家を叩きたいなというところなんですが、まあとはいってもまずは眼前の秀吉、お姉小路に対して兵あげたな。ここは勝家につく道理はないので拒否だな。
よし、ここで秀吉勢と決戦になるので、秀吉勢と決戦した後そのまま一気に秀吉を報告いたします。葬り去りましょう。先月の終始です。兵糧が今あるうちに一気に戦いを決めたいね。これは一旦もう一度考え直してこい。石州祭、あとはもう誰でも同じだな正直。軍事21は大きいけど、まあ、それ以外は微妙ですね。軍事ばかりが1つ2つと数値的には頭が抜けましたけど、左近よさすがだな左近。農兵の年貢増加中。で、小仁田大火、まあこれも、兵糧の減少が見込めるならすぐにやりましょう。でだ、兵を分けます。まあ、一気にね武田城あたりまで攻め込みましょう。清正兵数100で守ってるのがもったいないね。清正なんか前線に送り出せばかなり働きそうな気はするんですけど。取り囲め。滝川勢と北条か、これも北条につきたいので拒否だな。まあ、このままこの隅室津鳥取と、羽柴勢秀吉勢の諸城を全部落として、秀吉の息の根を止めましょう。先月の終始です。でちょっとまだ兵糧が心配な感じだな。買っておこう。まあ、これを逃す手はないというのがあるので、確実に秀吉の息の根を止めるために金を使ってでも確実に兵糧を確保しておきます。まあ、今総勢2万5000、3万近い軍勢を動かしているので、まあしょうがないはしょうがないんですよね。兵糧の消耗が激しいのは。そしたらこのまま光秀は室津へ進めましょう。ここで官兵衛と決戦か。なかなかやっぱり強力だね。包囲せよ。で武田この隅鳥取城が秀吉勢力としての最後の城になるんじゃないかな。いやー兵糧がやばいな。ご命令を。兵糧を確保していくしかないんだけど、肝心の兵糧が底をつける。取引を行いましょう。ありがとうございました。羽柴勢のこれで組織的な抵抗は最後になるんじゃないかな。使いの者が来たよ。羽柴から交渉。金銭3000を譲渡拒否だな。そんなものはいらない今は。報告いたします。秀吉の首、それが欲しいだけなので。おお、兵糧がマジできついぞ。どうする。これより表情を始める。まあ、ここは一心、いやーちょっと待ってね、一回考え直しをさせて。うわ微妙だわ。商業、あとは左近、左近がちょっと微妙すぎるだろこれ。
もうちょっといい案出してほしかったな。まあ基本柳生宗則含め全員登用しよう。問題は兵糧だ。こんだけ兵糧がないとちょっと今回は少しでも兵糧をゲットするために市場開拓を後回しにするしかないな。武田城開城させたね。じゃあこの軍勢を持って室津に進出して息の根を止める。武田城はどうなってる。武田城違うね。畠山勢はこのままこの隅城に進出しよう。で秀長千と対戦。兵糧との勝負だな。室津城取ったね。お、これは官兵衛のお父さん正隆がいるけど、まあ、これもちょっと一旦置いておいて、この9000の兵で鳥取まで間に合うか。これも息の根止めておきたいよね。確実に包囲せよ。いや、包囲戦をやめて、これはもうちょっとでも兵糧を節約するために。いや、時代が動くな、本当に。志果たせぬか。報告いたします。力攻めにして一気に終わらせよう。先月の収支です。とにかく今兵糧がなさすぎてやばい。マジでやばいな。私を果たすため。よし、清正ねねねね様捕らえたのでかいね。まあ、三成とかはこのまま一旦解放するか。いや、さすが秀吉のかたじけないあれだね。戻るぞ。配下だね。武将が優秀すぎてすごいわ。で、あとは兵糧800しかない。これはピンチすぎんだろう。とはいえ、もうここまで来たら力攻めで鳥取城を落として秀吉の息の根を止める。兵糧がゼロになったとしてもだ。いや、鳥取城守り堅いわ。落としきれない可能性が出てきたな。春でしょ、まだ。まあ、ねね様が当家を離れたというのはいいでしょう。先月の収支です。ご命令を。本当にちょっとね、ご利用しが過ぎるだろうという批判が巻き起こりそうな、そんな展開なんですが、ここは全てに優先しましょう。もう金も何もないんでやれることはない。鳥取城を力攻めにする。よし、秀吉を召したね。秀吉はじめ、ちょっと統率で相当すると、大谷義継、官兵衛、秀長、高虎、正則、清正、義明、又部、またねねを捕まえたね、再び。あとは長政、善助、三成。いやー、小六もいるしね。一気にこれで、この明智家、武将が揃いましたね。はい、というわけでね、ちょっとキリがいいので、今回はじゃあ一旦ここまでにして、お話してた通り、この後なんですが、西の長宗壁、あとは毛利とは吉見を通じているので、細川家に扱いを出して屈服するように伝えつつ、まずは勝家、これをね、撃破していきたいなというふうに思います。ではじゃあ今回はね、ここまでにさせていただきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。